こんにちは、ヤスです。今回はソニックワイヤーが15周年記念ということで、クリエイティブ増強計画と題して、まあ、いくつか、ちょこちょことなんかやるよということを発表しています。というか今日からかな、今日からも始まっているということで、内容のまず一つ目なんですけれども、ポイント機能を実装ということで、なんか買い物すると為替レートを反映した適正価格のもと1から 5% ポイントが貯まりますということのようです。まあこれは今円安でね、僕らみんなひいひい言ってるところで、まあかなりありがたいよね、ポイントって地味にね、でまあポイントの期限は1年、1年ということなので、まあサウンドハウスよりは全然いいよねっていう感じですかね。サウンドハウスのポイントはもうなんかほんと使いづらいよね。買い物して2週間ぐらいだったかな、 1週間か2週間してやっとポイントがもらえるんですよ、ね、でそっから1ヶ月だったっけ、伸びたんだっけな、2ヶ月だったかな、なんかそれぐらいでもうポイントなくなるっていうですね。なんかもうまたすぐなんか買わなきゃ、使わなきゃいけないみたいな感じで、本当なんか なんか辛いんですよね、あのポイント、サウンドハウスのポイント。それに比べたらまあはるかにいいですね、まあ、有効期限ないのが一番嬉しいですけれども、まあ1年間ということで、まあまあありがたいよね、はい、という感じで、まずそのポイント制度を導入しましたよということです。で、まあなんかインタビュー企画とか、あとねちょっと面白いのは、ツイッターで DTM ノウハウを交換し合うということで、お得なプレゼントキャンペーンを開催ということです。ハッシュタグ、SW15TH とソニックワイヤー15周年かな、で DTM ノウハウと、この2つのタグをくっつけて DTM に関する何でもいいので情報をつぶやこうということですね。まあだから、それつぶやくと、期間中毎週火曜日に抽選で5名様に、まあ当選、ポイント毎週抽選で5名様に5000円分のポイントをプレゼントしますということなので、まあ毎週なんか1個以上つぶやいておくと抽選の権利が得られるということかな、抽選はツイートごとじゃなくてアカウントごとということなので、まあツイートをたくさんすれば当選確率上がるかっていうと、そういう全く関係ないですね、って書いてありますね。全く関係ないですということです。で、まあ、なんかね、初週が最も高い当選確率となりますということのようですよ。まあ、これは多分今までなんかこういうキャンペーンやってきた時にはスタートダッシュが一番するやつが少ないってことかなっていうことでしょうねという多分データに基づいてるんだと思いますけど、だからまあ今週もう早速今日とかなんかつぶやいておけばいいんじゃないかね。例えばね、まあ、僕なんかは、こんなのつぶやきましたけど、ミックスの勉強をしても曲のクオリティは上がらないよ、作曲の基礎をしっかり勉強した方が将来的に生きてくるよっていう、まあノウハウというか当たり前のことですね、まあ当たり前のことなんですけども、結構初心者のうちだとこういうこと気づかないというかね、ミックスの勉強って結構自分で、まあ、ネットとかで調べてやっても、その身についた感を味わいやすいんですよね。ある程度こう力がついたなっていうところが実感しやすいんだけど、作曲の勉強ってそうはいかないんですよね、独学でできる人っていうのは一部の天才系の人だけなので、作曲の勉強ってね、だからちゃんと先生について習わないといけないことなんですけれども、なんでまあ実感しにくいよねっていうところがあって敬遠されちゃうのかなとは僕は思ってるんですが、まあそんなミックスの勉強に逃げててはいけないとということで、まあ、作曲曲のクオリティ上げたいなら作曲の勉強をしなきゃどうしようもないねと、まあ、それをやらないでいると、まあ、10年経っても20年経っても音楽のクオリティ変わらないという恐ろしい目に遭うと、いうことですね。まあ、だからどっか就活で音楽制作会社とかを受けようとしても、ミックスがどんだけすごいかっていうことの審査される優先順位ってかなり低いので、
曲の基礎がちゃんとでき、あの音楽の基礎がどれぐらいできてるかが最も重要視されると思いますから。だって曲のクオリティ、あ、ミックスをさ、ちょっと話それるけど、ミックスの勉強、あの独学でやっててもそのでき、あ、なんかできてきたなっていうのが体感しやすいっていうことはですよ、あの入社する時点で大してできてなくても、まあ、周りがちょっと先輩とかが教えてやれば、まあ、ガンガンできるようになるわけですよ、ある程度はね。その専門のエキスパートのエンジニアレベルにまで急になりましょうとかいう話じゃなくてね、とりあえずまとめましょうみたいな感じになるとね、まあ、つまり後から教えればいいよねぐらいな感じで考えられるので。ところが曲音楽の基礎はそうはいかないので、ということだからそっちの方が重要視される、なので、まあちょっとね、作曲、曲のクオリティは上がらないということを、まあ、つぶやいてみました。まあ、別に何でもいいんじゃないですかね。真面目な感じでもいいと思いますし、なんかおふざけ系でもいいんじゃないですかね。わかんないけど、多分なんでしょうね、なんか UAD は大きなドングルですとかねよくわかんないけど、そういうようなことでもいいんじゃないかな、ということで、まあ何でもいいのでノウハウ、ガルフォス、音がめちゃくちゃ良くなる、設定も簡単だし、スマートラックに軽くかけとくといいかもしれない。ガルフォスはね、あの、まあ、こういえばちょっとね、あのね、ガルフォスはね、ちょっと使えるサウンドがね、結構限定されるんですよ。実は僕も持ってるんだけど、割と曲の頭から最後まで同じ感じの周波数帯域でバーッと出てるような、あの埋まってるようなやつだと使いやすいんですけど、そうじゃない場合ってね、ちょっとね使いづらいんだよね、ガルフォスね、っていうのはあります。で結局なんか使わなくなっちゃうみたいな感じのやつだね、ガルフォスは。で、まあ、イージーペース、イージーベースミディを投げ込むと自動でベースライン作ってくれるのが嬉しそうなんでね、まあ、イージードラマーとかもね、あの3だっけ今出てますけどね、まあ、勝手に作ってくれるっていうのはあのいいよね。まあ、今あのイラスト界隈では AI がざわついてますけどねあの、まあ、これも、まあ、似たようなもんだよね、自動で生成してくれるっていうところで、ね。まあ、ただ僕は今、まあ、Easy Bass は持ってるけど、あんまり使わないかな。なんかパラパラ選んでるよりは自分で打ち込んじゃった方が早いかなっていうようなところがあるからまあ頭の中にはできてるからね何もこうとりあえず、まあ、なんかもう今日疲れてるみたいな時はこう自動はいいよね、すごくね。僕もだからシンセのランダム機能とか使って、もうそういうのをバンバン使ってとりあえず提供してもらうと音をね、あ、でそれでちょっとずつこうやる気出していくっていうね、集中力を高めていく、というので使うとかね、あんまりざっくりと決まっしか決まってないよねっていう時にはこう自動で作曲してくれるのってすごくいい、のでおすすめですね、こういうのね。というような感じで、まあ別になんかねすごい役立つものじゃなきゃいけないというわけではないようなので、この例を見ても、まあ何でもいいのでとりあえずつぶやいておいて抽選権利得ておくといいんじゃないかなという感じです。で、あとアンケートに参加でポイントが当たるよというキャンペーンもやってますね。まあソニックワイヤーで使えるポイント1万円分を抽選で20名様にプレゼント。まあこれどんぐらい応募する人いるだろうね。あのね、アンケートすんごい短いから、これあの参加しといた方がいいよ。あの本当に 2,3 分で終わるから、嘘じゃないよ。 2,3 なんか5分程度で終わりますみたいなアンケートってだいたい15分ぐらいかかるじゃないですか。あのああいうんじゃないから、本当に短い1ページでいくつか質問あるだけだ、すごくいいですよ、サクッと終わるなかなか良心的なアンケートでしたね。で、そうそう、あとそうそうそう、無料のサンプルパックをプレゼントということでこれもらえます。まあ、1. 何ギガかぐらいかなの分の、やつサンプルパックもらえるので、まあもらっときましょうと、もらえるものはもらっときましょうということで、まあ、ただちょっとあのボーカロイド、初音ミクのボイスとかね、割とボーカロイドの詩は結構使用、いや、あのなんかね、割とそのなんかさ、例えばストックミュージックとかだと、いや、あの使わないでくださいとかいうところとかもあるから、あのちょっとその辺は気をつけないとね、使いどころなんかはね。で、無料で試そうと、楽曲制作のレッスン動画公開と。
いうことで、まあ、そういうのもあると、まあ、動画も公開と。で、であとはソニックワイヤーの、まあ、歴史を振り返るということで、まあ、今のまあ取扱品数なんかはね書いてありますけれども、まあ、ちなみにねこういう音楽制作関連コンピューターミュージック系のソフトウェアとか、まあ、音楽業界はコロナ禍以降結構儲かってるっぽいですよちょっと業界の人たち同士のお話の中なんですけど、結構売り上げ倍増してるっぽいです。だからどこの販売店も結構ウハウハじゃないかなと思いますね。だからみんな外出なくなってね、飲みにも行けないしみたいな状況になって、結局お金余ってるよねみたいな状況になったところで、まあ家の中でできることにお金を費やすと、まあ、物を作るための道具を購入することにお金を使うってすごくいいことですから、クリエイティブでね、何か使って消費して終わっちゃうものよりは何かを作り出すための道具にを購入するってすごくいいことなんで、そういうところにお金が結構ガンガン回ってるっぽいので、なんか結構みんなこの業界はウハウハじゃないかなと思いますねで、まあ、あと取扱点数なんか今ソニックワイヤーは結構もう増えてくるんじゃないですかね。今後もわらわらといろんなメーカーがどんどん取り扱っていくんじゃないかなと思います、まあ本当昔は店舗で販売してて、僕なんかはその頃にちょこちょこ買ってたんですけれども、本当 CD でねCD で、サンプリング CD を販売してて、なんかこうオムニバス的な感じの製品とかね、そういうやつなんかをすごい取り扱ってて、わざわざハガキで、登録して送らなきゃいけないっていうですね、ことをやってましたけど、まあその頃からねコツコツ、まあ、そういうことで成長してきた会社で、で、まあ、今はこうやってね、まあ、大成功してるという感じですね。まあ、今後もどんどん増えていくでしょう。で、ソニックワイヤー、まあ、2007年からなんだね。で、まあいろいろとにかく、まあ、ボーカロイド系のでは大当たりだよね。初音ミク、まあ、本当にすごいキャラクターコンテンツを手に入れたなという感じだよねすごいよねこれはね。で、まあすごくそういうところでもうまくいって、なんか、順調だよね。こういうパッと見る限りではいろいろ、でなんかビルも移転して、どんどんと伸びてきているというところでしょうかね。サイト、ボーカロイドは先日6が出ましたよね。あれはどうなんでしょうね。僕はまあまあヤマハですけど、ボーカロイド6のデモ聞いて一発目の音パンって聞いた時に、ああやっぱりロボットなんだって思ったんですけど、ロボロボしい中でよりこうナチュラルな感じに聞こえるようにしていく方向に行きたいんですかね。それともなんか本当にリアルに生声を目指してるんでしょうかね。どっちなんでしょうかね。ちょっと僕はその辺よくわからなかったんですけど、まあめでたく6が出てよりパワーアップしてるようですね。で、まあそんなところつながりで、初音ミク V3 はこれは2013年か9年前ですか、で、まあ、初音ミクに関してはロボロボボイス系を突き進めるということのようですからね、これはね。だからなんか相変わらずロボロボしいなっていう反応は、違うという感じですかね。それでいいんです、それでいいんです。そういうものを目指してるのでね、これはね。で、まあ V4X とか出て、楽曲コンテストなんかコンテストなんかもやったりなんかして、この年にヒットした製品って、リアルストラト、そうそうそう、ミュージックラボだね、これはミュージックラボだよね。ミュージック、多分ミュージックラボのだと思うんですけどね。僕もミュージックラボのギター音源はよく使いますよ。すごくいいですね、すごくいいですね。
で、ヘビーエンセブンストリングス7弦ギター B メタルと、アンプルギター T ですね。これも僕もよく使いますね。うん、そうか、この年2018年に、そんなにヒットしてたんだ。ここで取り上げられるぐらいヒットしてたってことは本当にヒットしてたんだね、ということでしょうね。なあ、取り扱いしたメーカーも今年もこんなに入ってますね。で、まあ19年ソニコンとか、この年ヒットした製品ビーネのアンサンブルプロ。アンサンブルプロは最近はちょっと使ってないかな。あんまりあの PC が性能が良くなったので、まああんまりいらなくなってきたかなっていう感じですかね。フルオケ系なんかでも特にそんなにマシンに負荷がかかるわけでもなくっていう感じでできてきてるので、まあこれ使うとねあの前に僕のうちのマシンであのどれぐらいあの激重なディーバが立ち上がるかっていうですね、ちょっとおふざけテスト動画なんか出してますので、まあ、ちょっと興味のある方はご覧になってみてください。かなり動くから全然すごいですよヒットした製品、あー BBC か、 BBC ね僕はあのちょっと音痴なサンプルが入ってたのがショックで興味をなくしましたけどね、これね BBC はなんか一番下のバージョンのやつだけじゃなくて結局全部にそれが入ってるって言われてしまったので、あじゃあアップデートしなくていいやってなっちゃいましたねちょっとだいぶ音痴だったので。で、まあどの音源にもね欠点はありますよ。あのストレスオフサンプリング のストリングスなんかでもちょっと変なノイズ入ってるやつとかもあるし、スタッカートなのにスタッカートしてんで、ね、なんかふにゃって入ってくるやつが混ざってたりとかねまあまあまあ、完璧だなっていう音源は今んとこないんじゃないですかね。さすがにどっかしらなんか問題あるという感じですかね。20年初音ミク NT 発売ということですね。で、この年20年かヒットした製品イージーベース、ああそうだね、あスザツあったねそういえばあったねなんかちょっと存在を忘れてたよ、スザツ久しぶりに聞いた21年東京スコアリングストリングスリリースということで、なんかゲームっぽい雰囲気とかを出したいときには良さげだよねとは思いましたね。で、22年今年、今年は22年、あ今年もうヒットしてるのが出てるんですね。シェイカーストあーこれヒットしてるのかそうかこれヒットしてるのか、いやいいんだよねこれね、これインセッションオーディオのやつだよね。違う？ん？あ、そうそうそうだよね。インセッションオーディオのやつだよね。そうこれいいんだよ。これの簡易版が無料であるんですけど、ついこの間も話したけどね。だけどすっごい使える。すっごい使える。でも本当サク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 作っていかなきゃっていう人にはもう超便利ツールですね。だからそれのいろいろ入ってる用版。なのでまあ役に立つことは間違いないでしょう。そうそうそう。でイージードラマ3ね、これもなんか評判いいですね。使った人から直接聞きましたけど、まあドラムの打ち込みなんてね結構めんどくさいこと多いので割と音数多いじゃないですか。ゴーストノートとかちゃんと入れようと思ったらね、まあリアルタイムでわーっと、僕なんか
ドラムでパッドでやっちゃう時っていうのはよくあるんだけど、まあちょっと細かい音が入ってくる時はね、直接録音しちゃうんだけど、まあ結構ねちゃんとやろうと思ったら本当になかなかめんどくさいんでね、あのでまあ生ドラムをエミュレーションするとかなると本当にこうあっと 手足の数をちゃんと考えてやるみたいなね、まあ、だから実際にはあの別にそんなことまで、まあ、やんなくていいないいんだけどね、実際楽曲の中でいうとね、いろんな音重ねるから、あ今のこれ叩けねえなとかっていちいちそんなとこに目くじら立てる人はまあそうそういないと思いますので、うん、だからあのこう自動でいろいろこう合うようなやつをパッパッパッとあの作ってくれるんで、なんかフィルとかも指定していろいろやってくれたりとかね、うん、するのでかなりいいらしいよ、うん、という感じで、まあソニックワイヤー絡みクリプトン系と言っていいのかな、クリプトン絡みというか、まあそういったものの歴史がちょこちょこちょこっと書いているということで、まあこの年にヒットした製品とかいうのでもね見る、うっそこれヒットしたの、コトネーションって一応ヒット製品なのか、へえ、あそうなの、エスノワールド5本当か、これ本当か、これは僕は CD 版を持ってるんだけど、あそうあそうなんだ、まあ今でもたまに使うんだけどね、うん、サンプリング CD 中に入れておいてやってるんで、あまあちょっとこういうヒットした製品なんか見てても面白いよね、まあという感じで、とりあえずはアンケートは 2,3 分ぐらいで終わるんで、まあやってみましょうかね、いいんじゃないかな、であとはツイッターアカウント持ってる方だったら、まあ、つぶやいてノウハウを何でもいいのでつぶやいておくとよろしいかなと、いう感じで、ソニックワイヤー15周年記念クリエイティブ増強計画ということで、まあ、キャンペーンもろもろ始まりましたよということでした。まあ、興味のある方はね、ちょっとチェックしに行ってみてください。ということで、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。ではまた。